群馬キャンプ。天神さん、はい、あ、よろしくお願いします。これは何バリですか？オマンダ群を中心にした 4P バリですね。 4P バリ、うわエロいっすねこっちにはカートとか荷物置けるようになってて、はい、薪ストーブ、寝床が温まるようにストーブを置いてるんですよね。見てもいいですか、この中開いてますか？一緒にまくり上げて止めてるんですか？あ、まくり上げ止めっすか。しっかり塞ぎ、冷たい外気はシャットアウト。おお、すごいすごいすごい。ストーブある、寝床があって、ストーブと、あ、ストーブ下にもちゃんとなんか敷いてるんですね。地面からの冷気を封じ、暖かい。大昔のアメリカの本来アイロンを温めるためのストーブ、それをキャンプ道具にして使ってます。アイロンを温めるみたいな、はいはい、電気のアイロンがまだない時代の同じメーカーなんですかね。そうですね、ゲームジュニア、はい、これで調理。そうですね、お湯沸かしたり、あ、大した火力はないんですけど、はあ、炎がホワ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 と見て癒される。イメージ映像でこう火入れてきます。あ、いやいや、いいっす、いいっす。燃料は何ですか？これはあの灯油かパラフィンか、まあどちらでもいいと思うんですけど。いくらぐらいするんですか？まあ、ピンキリだと思うんですけど、はい、これ5万ぐらいですか？そうですね。こっちは？ここはもうちょっと高くなると思います。ちょっと知り合いから格安に言っていただいたので。このアメリカ製アイロンストーブは100年近く経った現在、クッカーストーブとして、また野営地を照らすランプストーブとして群馬キャンパーにも人気なようです。原沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これいいよみたいなのを一つ教えてください。ブリが、あ、ブリちょっと違うやっぱこれかね。あ、あの、頑張って作ったんで。ポーランド軍のボックスで作った群幕ボックス。いやないですけど、あ、なんか夜間が変わった形ですね。これメッシンの中にこうスポンと収まる感じ。面白いですね、明るいし。350だったかな、あんまり入んないですけど。かわいいアイロンみたい。そうそう、アイロンケトルですか？いや、違います。このライトは何ですか？これがね、スケーターズランタンってやつですね。四面照らすヴィンテージオイルランタン。解体ショーが、ケンジさんが持ってきてくれた。でかっ、でかい。よろしくお願いします、はい、あの、さばきを。私が、はい、さばかせていただきます。よう切れますね、それ。研いできました。あー、すごい、はい。うわ、もうなんかうまそうな身が見えましたね。もうね、脂がよう乗ってますね、やっぱ。皮ね、皮焼きましょうかね。あ、うまそう。もううまそう。鮮やかな手さばき、一旦こちらへ避けて。自分がさばくの史上最高にでかい魚です。皆さん興味津々で見守っています。半身でかっ。うわ、うまそう。でかいですね。うわ、でかでかでか。うまそう。ちょっとここに置いてください。人目がついたか。手際よくお刺身にしてくださいました。皆さん美味しそうに食べています。うまい。俺も食いたい。めっちゃ食ったの。これが半身です。これが半身です。いただきます。うまそう。ごらっともちょっと大トロ食ってみてください。大トロすか？あ、マジすか？めっちゃうまいですよ。ちょっと大トロから、じゃあ。これ一口で食えんもん。いただきます。いかに分けますよね。うん、ブリブリ、うまっ。ブリだけに、うまっ。うまい、うまい、うまい、うまい。食いながら飲みながらね。忙しいです。で、あと2本。ケンジさん、ありがとうございます。あれ、いないなと思ったら、ケンジさんは魚が嫌いで一人テントにいました。美味しいです。ありがとうございます。
絶対うまいですね、炭で炙って。この音と煙が食欲をかきたてる。うまそう。あ、どうぞどうぞ。スパイス、うん、うん、うまいっす、うまいっす、うまい。油がとろけそうな、うん、全然別物になりますね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。コウさん、今日はなんかこのギアいいよ。うわ、特にいつもと変わりません。あの辺がガーッとまとまってますね。あそこはコーヒーセットですね。オキネルのハンドルを知人からいただきまして、ハンドルだけを作ってるみたいで。ああ、そうなんですか。うん、いただいたんで付け替えてみました。かっこいいですね。はあ、軽いですね。何の機械は不明です。機械で作ってるんですかね、これ。どうなんですかね。え、これ付け替えって簡単にできるんですか。まあまあ、ここを外して、はい、うん、そんなに難しくはないです。ハンドルがいい感じでしっくりきます。ちょっと待っていいですか。うん、本当いい感じです。なんかいい感じにこう、はい、はまるでしょ。はい、ちゃんとこのこう引っかかるようになってるから、うん、こうブーって突き刺し行くときにこうオラーっていけますね。ああ、調理用に。これは何の毛ですか。あ、ふわふわ。うさぎさんです。あ、うさぎ。コウさん、皮がいっぱい持ってますね。いよいよ、うさぎこれ安かったです。950円なんですよ。マジっすか。安っと。ネットとかで売ってます。ネットで売ってます。めっちゃいいやん、これふわふわ。皮膚規模を突っ込んでるんですかね。うん、皮膚規模を突っ込みました。かっこいいですね、ボコボコが。いやらしいですね、ほんと。みんな大好きですね。はい、何回も僕言うんですけど、ドンキョーテアナルにサスーンっていうやつ買って、それがちょうどこの形状なんですよ。で、徐々にこう行くみたいな。そうですね。はい、これどうやって穴開けたんですか。あ、結構でかい穴ですね。うん、でかく開けてみました。僕細い穴しか開けてないから、空気がいまいちプーって抜けないんですよ。ああ、こんだけ開けるといいですね。うん、抜けますよね。ああ、差し込んでるだけです。はい、何でしたっけ。竹、ホテイだけ。ホテイだけ、みんな大好き。ホテイだけですね。炙って蜜ろう塗れば誰でも作れる。誰でも作れる。穴開けるドリルっていうか。ああ、うん、もう両サイドから行きます。両サイドから。うん、こんくらいずつですね。おすすめです、ね、これを買ったんでドリルを持ってきて、ブッシュクラフトできたらいいかな。みんな持ってるやつですね。あ、そうですか。うん、はめてドリルになる。いやらしいですね。これが一番細いやつですか。いや、一番細いのはこれです、ね。ああ、いいですね。で、うん、これセットですか、このドリルと。いや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 、あ、別で。別でホームセンターで買っちゃいました。あ、ドリルは。ドリルは。これはアマゾンで。うん、アマゾンで。入れ物だけ作ってますね。これ何の革ですか。これ豚皮じゃないかな。柔らかいかな。豚皮をミシンで縫い縫いしました。でね、革製品作れるといいです ね。めっちゃかっこいいですね。エロシーさんです。よろしくお願いします。今日のこだわりポイントありますか。前回は横を開けたんですけど、はい、今日はみんなの顔が見えるように前をちょっと開けて巻きスト入れたところですね。で、あとトナカイの毛皮で色がいい感じで、2人で寝るんでコットを、はい、息子さんと一緒に登場ですね。よろしくお願いします。お願いします。お父さんと違って爽やか好青年ですね。いえいえ、そんなことはないです。いつもふざけてばっかりです。ここで2人寝れるように、あ、コットとちゃんとマット敷いて、はい、こっちは何ですか？分厚いエアマットですか？いや、まだマット敷いちゃうんですけど、後で。それ何ですか？コットですか？それ。これコットっす。あー、コットなんですね。あー、はい、ほんとほんと。世界最軽量の。で、後でエアマットを敷こうかな。寝袋は冬用ですか。テンガ。ああ、テンガの800で。あ、お、あ、このまま下切れない。抜いていいですか。あ、すみません。ズボ。ああ、すごい。
これはいいやつじゃないですか。ケーラムっていう。ケーラム。はい。トーコナイフっていう。高そうな木ですね、これ。木目がめちゃくちゃかっこいいですね。穴に。ズボ。はい。ああ、そういう使い方もできるんですね。ナイフスタンドですね。スイス軍キャンドルランタン。あ、ちゃんとキャンドル入れてますね。はい、あのガスの、US は今日使うんですか。今日使います。こんな感じ。ああ、薪塚ですね、はい。フライパンディッシュ大。大ですね。ひだひだシリーズで。あ、両方ひだひだすか。両方岐阜県です。美味しかったっす、それ、はい、前回いただいて、はい、マジで。これはドブロックで、これはドブロックじゃないですけど、濁り酒。あ、なんか違うんすか、それ。濁り酒のことをドブっていうわけではないですね。じゃないみたいですね。おめこなしです。おめこなし、はい。こっちはおめこありです、ね。ありで。これちょっとみんなで飲んでください。はい、ありがとうございます。マジ楽しみです。シェード。はい、これセマン？これセマン？手満じゃなくて、はい、なんかフランスの地区の町名みたいな感じ。ああ、セマンですか。ああ、いや、セマンらしいんですよね。セマンっていうところがあるみたいな。セマン、まあ広よりはいいですね、セマンの方。ガバよりいいですね。ガバよりゴールゼロ的な。ああ、ちょっとこれ一回ライトつけてもらっていいですか。ああ、ありがとうございます。これで、あ、優しい明かりが。そうですね。あのフィルターっていうか、いいですね、オレンジの明かりが。いいですね、元は照らすと、はい、意外と明るいですもんね。明るいです、ね、はい、このままじゃ入らんやったっていいですよね。ああ、そうですか。ここ少しあの穴を削って、はい、でこれが入るように、でこの金具でカチッとこう、はい、はまってて、ああ、止まるんですね。4人はしてるんですよ、ね。あ、だからスポンと抜けたりはしないんですけど、はい。ひと手間加えキャンプギアとして使用することで、より一層愛着が湧きますね。あ、はじめまして。あ、はじめまして。あ、チョコと言います。あ、チョコさん、よろしくお願いします。天空がルーマニアの鴨柄になります。いいですね。ありがとうございます。さっき話聞いたんですけど、あ、はい、ご自分でこういろいろ作られたりするんですよね。そうですね。これちょっとアンモ缶を二次燃焼しようと思って、廃材を切って穴掘りでこう二次燃焼システムを入れて、ちょっと中見せてもらって、あ、いいっす。中っていうか、あ、中、はい。これどう、これは一枚板を寸法に切って、はい、二重にして。はい、あとは内側に穴掘りだ、結構二次燃焼になるんですよ。へえ、こういう仕組みなんですね。そうなんですよ。二重にしてるからめっちゃ熱くなって、多少の雨でも全然消えなくて、めっちゃいいっすよ。はい、梅雨時期とかにもこれは、結構綺麗に出ますね。へえ、すごっ、うん、ありがとうございます。毛皮がこれやばいっすね。月のワグマ顔がありますよ。そうなんです、あのあれなんですよ、爪がついとすごっ。いや、普通 あの漁師が取ってきて、はい、なめしただけじゃなくて玄関とかに置くようで爪も流してあるんですよ、はい、眼球もガラス入れて、すごっ、はい、どっかに飾ってあったやつがヤフオクで出てたんで、よしよしでも普通に肌触りが良くないんで、あのトナカイ買った方がいいっすあー、ちょっと、あ、そうっす、ゴワゴワ系っすね。確かに剛毛でしょ。剛毛ですね。剛毛好きにはたまらんっすね、はい。モンブラン的なやつ。あ、モンブランってAV女優の。あ、じゃなくて。よくわかんないです。よくわかんないですけど。違ったようです。お、これが。すごっ。自作で。これ自作。はいはい。いやー、すごっ。いかついっすね。ありがとうございます。で、ガラスが、はい、あのダイソーの耐熱グラタン皿を使って、はい、さっき設営してた時に、はい、これが割れたんですよ。今ダイソーまで行ってこれ買ってきて。ああ、そうなんですか。100円なんで。あ、すごいですね。そういう意味でもいいっすね。全然大事です。コスパがいいんで。ガラスがせり出てるのも珍しいですよね。結構明かりがバーって拡散しますね。へえ、でもですね、大きく作りすぎたんですよ。膜の中には入るんですけど、熱くて逃げ場所がないです。膜の中が。さっきお香ブームなんで、みんな使ってください。いい匂いがしますね。キャンプでお香をしてるの僕初めて見ました。あ、そうなんですね。はい。結構一般的ですか。
最近は結構見ますね。火バサミやばいっすね。あ、これも韓国のやつなんですけど、絵を大型の四角の角の長っ長いでしょ、はい、でもですね、ちょっと握ってもらったら分かるんですけど、はい、めっちゃしっくりくるんですよ、握りやすくて。ぎこちない。どうすかどうすか。あ、ですね、はい、これ中指と中指とこいつで、いやらしい。あいいっすね、やりやすいやりやすい、めっちゃ。ちょっとすみません、僕欲張っていっぱい指入れてました。これ角はあの村長さん直伝っす。はい、真似して、はいはい、許可もらったんで。もらいました。下には何が来る感じですか。皮膚希望とか。あ、皮膚希望、はい、バックパックはこいつ米軍っすか。米軍っす。これなんていうバッグですか。米軍の海兵のデジタルカモナなんですかね。いいっすね、この、はい、迷彩結構綺麗なやつが入ったんで。あああ、収納がいろんなとこにポケットがあって。そうですね。で、本体が一応70リッターあるんで、はい、これだけでもだいぶ入るんですよ。はい。で、この4つ、これポケットつけてるんで。はいはいはい。これめっちゃ入りますね、これ。めっちゃ。計30キロぐらいになるんですよ。欲張って。あ、やばいっすね。やばいっす、やばいっす。マジで。腰悪くしますね。はい。ごつ。あ、すごっ。プラスチックある系、はい、あの疲れにくいんですね。これセットで売ってたんですか全部。セットで売ってたんですけど、はい、基本的になんかバラバラらしいんですよね。ここもしっかりめっちゃ、あ、すごいいいやつ。そうっすね、はい、なんかやっぱこれすごっ。米軍マジ装備で60キロぐらい多分背負うんで、はい、やばいっすね。やばいっすね。これ疲れにくそうやなって思いました。これ、あ、でしょ、すごいっすね。US の、はい、僕 US はメスキットパンしか見たことなかったですね。あ、マジっすか。ちょっと地面置いていいですか。あ、いいっすよいいっすよ。この持つとこが特徴的。ああ、なんかそれがやっぱいいっすよね。ここを開けていいっすか。あ、いいっすよいいっすよ。もう中焦げまくってますけど。あ、いや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 、いい感じで。米炊いたんすか。あ、いや買った時からこれで。あ、本当っすか。はい、米はこれで炊かないんで。あ、高かったっすか。これ5000円ぐらい。 US って結構やっぱテントとかもかっこいいじゃないですか。はい、ちょっと US で揃えてはいるんですけど。ああ、そういうことですか。 US ってどっかに文字とかって書いてあったりするんですか。刻印はなさそうです。メルカリで買ったんですけど、横浜のドブ1みたいな感じで買いました。米軍から下ろして。ああ、横浜から流れてきたんですねそうですね、米軍のギリーネット。ギリーネット、はいはい、なかなか最近出ないですけどね。初めて見ました。ああ、なんかアマゾンとかで売ってるのは色が派手で、本物はやっぱこんぐらい隠れますね。夏は雨じゃなかったらこれだけでいいですね。いいですか。カヤとこれだけでもう快適にキャンプできそう。あ、高そうですね。いや、あのメルカリで5000円やったっす。あ、ちょっと僕も調べてみよう。はい、クマがいるらしいです。可愛いって誰か言ってくれるか。可愛い。そうさ、ね、可愛い。さんじゃなくて。今日のこだわりポイントは？こだわりですか？はい、まあ。こだわりがないのがこだわりですかね。無視します。そんなすごい張り方がなんかバチッと。今日そうですね、こだわってる気がしますけど。ハンガリーのボッキです。ボッキですね。ボッキスタイルです。これボッキで。ボッキとは、ポーランド軍膜1枚に連結して使用する延長膜、ノキから着想を得て製作された代物である。ノキが日本製パラフィンコットンから作られているのに対し、ボッキは軍膜を使用。ノキ、ボッキともに設営簡単、1年を通し使える。軍膜のアレンジがさらに広がる。これだけだとなんかやっぱり寒、風とかあったら嫌だなと思って、もう1枚、はい、タープで持ってきたんですけど、日よけに？ああ、日よけで。日よけ、風よけになるかなと。あっ！なんすか、あれ買ったんすね。ああ、そうそう。こいつ買ってたんですけど、なかなか使う機会ない。あ、マジっすか。これいいじゃないですか。ビッティビッグキュー、BBQ みたいな名前。BBQ。はい。ああ。こんな、まあ、こんなやって、なんかこうやって。はい。これただね、はい、足が、はい、貧弱。あ、そうっすか。貧弱なんですよ。こういう感じになるんですけど、はいはいはい、ちょっと重いです。 700g ぐらい。あー、テーブルごとく焼き網にもなるし、うん、これがあったらいろいろ便利じゃないのかなと思って、はい、
これキャンプで使うの何回目ですか？今日初めてです。ああ、楽しみっすね、こいつで。そうですね、はい、夜間とか置いて、はい、できるんじゃないですか。足が弱いっていうのはここの今のこれですか？貧弱なんですよ。ここだけで止めてるんで。ああ。ちょっとグラグラってする感じですけど、トンドン回なんで。こういう感じ。高さも焚き火しながらハングを見たりとかやりやすいんじゃないと思って。はいはいはい、いい雰囲気ですね。これ作ったやつ。ああ、ランドリーバッグの座布団です。この元々のその、元々ですね、ナイロン生地の薄いランドリーバッグなんですよ、元々。はあ、あのコットンじゃなくて。はいはいはい。コットンって何軍ですか？これフランス軍って言って売ってたんですけど、なんか NATO って書いてるんで、NATO で使われてたやつだと思います。もともとこっちが表ってことですか？こっちが裏です。あ、裏で。逆も同じ素材やったってことですか？あ、同じ。1枚ペラペラなんで。縫、はい付けたのが表側で、グランドシート兼座布団。こっちはあの、これ縫い付けたってことですか？はい。あ、オーディグリーンシートってあるじゃないですか、はい、ホームセンターの、はい、あれをこう同じ寸法に簡単に縫い付けました。で、水が少しでも染みんならいいなと。ああ、そうですね。で、表はキノコで穴、はい、開きにくいように。はい、あのヒイラギさんの上位機種ですね。上位機種です。僕の方が上です。スリーウェイハンガリーバッグです。ああ、かっこいい名前ですね、はい、ヒイラギさんのはスリーウェイキャンプシート。たまたまなんですけど、はい、ヒイラギさんもここに取っ手がついてて。ああ、たまたま。うん、たまたま、はい、でこうやってこう巻きとか、ああ、集めた時に、はい、ああ、すごい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 便利ですね。はい、キラちゃんこれ独自で考えたアイデアですよね。はい、あのたまたまヒイラギさんがこんな形してました。偶然っすね。はい、まあ機能的。考えることは同じなんですね。ははは。中に入れる必要はないですけど、はい、座布団になりますせという感じですね。はい、かっこいいっす。なんか置いとくだけにいい感じ。そうですね。もうこれとこれとこれとでバンバンバンで全体の統一感が半端ないですね。ハンガリー尽くしですけど。はい、こいつがあることによってこの空間すらも一部わかります。僕の中でこの見えない群幕がこうある。わかります、わかりますよ。すごいいい感じだ。そうですか。はい。なかなか切れないですよね。はい。ボロボロの安いポーランドかハンガリー買えたら、うん、やってみる価値ありますね。はい、アンゲルさんのあれなんかもそうですけど、もう本当1枚で十分。そうですね。ありがとうございます。今回は3人だった。これであったかいですね。焚き火2個同時にやってるの初めて見ました。パン焼くやつ可愛いっすね。ね、いいですよね、これ。斜めになってるところは元からそういう仕様ってことですか？へえ。パン焼く専用の道具みたいな。へえ。まあ、朝それ餅焼きましたけど。あ、いいっすね。いっぱい。ありますけど、そこら辺映さないでください。TV キャンパーなんで。これは何ですか？フランス軍。お互いにいろいろ情報交換してね。楽しそう。あ、おお、あ、こんな感じで。あ、いいっすね。1956年。あ、古いっすね。はい、あ、私の方が年上。あ、マジっすか。おはようございます。おはようございます。雨大変やったっすね。テントの中ぶち込んだんで、あ、ガチャガチャしてますけど。おすすめがこいつですね。あ、これはあの電動ガンなんですけど、銃がステア AUG、 本国ではシュタイヤーってメーカーらしいんですけど、日本ではステアって名前の他にオーストリア軍に正式採用されてたアサルトライフル、今日合わせてオーストリアのナイロンパップで来たんですけど、オーストリアに合わせて、はい、まさかの雨で。これ BB 弾撃つやつ？そうですそうです、電動ガンで。え、それ一回ポンってやったら何発ぐらい出る？これがちょっと特殊で、うん、トリガー引いたら、クリトリガー？はい、流された。半分引いたら単発で、うん、奥まで引き込んだらフルで連射で出るんですよ。ずっと出る？
あ、弾なくなるまで多分。マジすごっ。あ、やばっ。すげえよ。一発で。あ、撃ってんだ。はい。お、すぐすぐすぐ。お、すぐすぐすぐ。飛びよ飛びよ。すごい。やばいな。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。軍物に一手間加え、キャンプギアとして生まれ変わらせたり、一から自作ギアを作っていたりと、アイデアが盛りだくさんでしたね。軍幕の張り方やギアのレイアウトも皆さん様々で見ているだけでワクワクしました。僕も知らないことが多くて勉強になりました。この動画が少しでもお役に立てば嬉しいです。今回は福岡県で行われた福岡事変冬の陣に参加された軍幕キャンパーさんに協力していただき、お話を聞くことができました。皆さんありがとうございました。年に 1,2 回不定期ですが福岡事変を行っていきますので、参加ご希望の方は LINE オープンチャット国際軍幕連合へお気軽にご参加ください。軍幕が好きな方々が集まるのでスーパーテンション上がりますし、最高に楽しくて忘れられない一日になります。全国どこからでも参加お待ちしております。国際軍幕連合には心優しい方が多いので温かく接してくれると思います。ちなみに次回は未定です。まだまだ寒いので皆さん風邪などにお気をつけてキャンプ楽しんでくださいね。あ、チャンネル登録だけお願いします。最後までありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。